おしんでございます。皆さんお元気でしょうか。寒い日が続きますけども、何とぞ、体調とコロナね、気をつけていただければなと思います。本日ですね、おしんストーリー10章になります。今日お話ししたいのはですね、まずは上下関係になります。今の若い方たちですとどうなんでしょう。パワハラとか、ね、いろいろあるじゃないですか。上下関係は一応あるけれどもね、年功序列とはありますけども、だんだんとなんかね、こうちょっと柔らかくなってきてるのかなっていうのはありますよね。で、街頭インタビューとかでちょっとテレビで見たりとかする時もありますけども、まあなんか上司の方がね、先輩とかが後輩にこう気を使ってるような話も出てましたけどもね、まあ時代時代でね、こういろいろ変わってきますよね。人間関係の構図っていうのもね、当たり前ですよね。でもまあ私たちの時ですね、そのバレー部、もうほんともう何十年も前の話ですけども、あの私のそのね、入ったバレー部はですね、あのまあ神奈川県でほんと有名な高校で、まあバレーの発祥の地と言われるようなね、高校だったんですけども、まあそこはですね、まあ軍隊みたいなね、まあバレー部だったんですね。まあ強豪校って言われるところに入ると大体ね、そんな感じですけども、でそんな中でですね、その上下関係ね、まあ本当に色々ありましたね。もう私が入ったバレー部はですね、まず1年生がまあ兄っていうね、3年生の兄っていうね、兄貴分がまあつくんですね。で、担当みたいな感じになるんですね。まあ雑用係みたいな感じですよね。まあパシリですよ、パシリね。ちょっとよく言いすぎましたね。パシリですよ。ね。パシリ。これ買ってこいよって、はいって言ってこう出して買いに行くみたいなね。そんなことばっかやってましたけども。まあそんなような感じでいたんですよね。私の時は、まあ3年生が神様。ね、最上級生神様ですよ。ね、1年生私からしたら、まあ神様になんか絶対歯向かっちゃいけない。で、2年生。ね、人間ですよ、人。で、1年生。カスですから。先輩たちからしたら、まあいてもいなくても同じ、みたいなね。感じかもしれませんね。でもね、まあこの上下関係、まあ厳しかったですね。私の場合はまあね、あの同期たちはずっとなんかこうね、バレエやってきて、まあやっぱり強いところにいましたしね。まあ同期はですね、あの、まあ、全国大会とか選抜とか選ばれている、まあ本当優秀な選手たちですからね。そういう中で生きてきて。で、私は逆に言うと、アウトローの方でね、こう上下関係があったので、まあ上下関係で言うとね、その敬語だとかそういったことは慣れていましたんで、まああの本当にすごく可愛がっていただいたんですよね。で、先輩で言うとですね、私が一番可愛がってもらった先輩たくさんいるんですけども、思い出深いのがですね、実はあの工藤さんっていう先輩なんですね。兄でいたんです、工藤さん。今もですね、まあ、ある場所でね、あの、多分会社をお父様の継がれて、ね、建築系の会社なんですけども、やられてると思います。で、工藤先輩はですね、優しくて、まあ、ほんとこう、マッチョでね、あの、本当に最初めちゃくちゃ怖かったんですけど、まあ、先輩なんで、神様なんですけどもね、私から見たら。神様なんだけれども、なんていうかな、お兄ちゃんみたいな、まあ存在に近かったんですよね。で、本当その工藤先輩には実はプライベートでも本当お世話になってて、実は家も結構近かったんですよ。駅何個か行くと、その工藤先輩の家だったんですけど、まあすごくこうお世話になっててですね、まあなんかこう生意気にもこう、なんか兄貴分だっていうのもあったし、まあそういう部分で近くて、でもね、その工藤先輩にですね、まあ私がですね、まあ、ほんと15歳、16歳、ガキンチョですからね。いくらそのバレー部に入ったというと、根がね、根がちょっとやんちゃでしたから、昔、中学生の時、ある事件がありましてね。まあ、その時、工藤先輩がね、めちゃめちゃ機嫌悪かったんです。普段めちゃくちゃ温厚なんですよ。その日めちゃめちゃ機嫌悪かったんですよ。なんでかっていうとですね、監督にしばかれ倒したんですね。しばかれ倒されてね、もうここ真っ赤っかなんですよ、真っ赤っか。で、口から血出てるしね。その日めちゃくちゃ気が悪くて、そのストレスをですね、16歳の私の1年生の、まあ私はもうね、射程ですから。まあ見事にバカーンってこうね、すべてをこう私にぶつけてきたわけですね、工藤先輩が。まあ当たり前なんです。
ね、今思えば。ただですね、まあ、あの時の私も、その日は、こう、カチンと来てしまったんですよね。で、帰りにですね、その工藤先輩にですね、神様に春日。春日です、春日。ね。オードリーの春日じゃないですよ。ね。ほんとつまないこと言ってますけども。ねえ、その春日ですよ、もうね。まあ、ちょっと歯向かってしまったんですよ、もうアウトです。ああ、もう明日からバレる部行けない。もう首だ。先輩たちにどつかれるみたいな。うわ、もうやっちまったなーって感じのことがあったんですよね。でもね、まあその工藤先輩に結果から言うと、まあ惚れ直すことになるんですね。まあそれが何かっていうと、次の日になったら、その3年生の神様の工藤さんがですよ、おしんちょっと来いと。うわ、やっぱ。もう確実にしばかれると思って、部室に入っていったんですね。そしたらですね、工藤先輩と私だけだったんですね。私はもうビシッと立って、もう昨日は申し訳ございませんでしたってバカでかい声で謝って、もうね、もう半べそ状態ですよ。そしたら工藤先輩はですね、いやー、昨日はおしん悪かったなと。と思ったらね、まあ、俺昨日なんて機嫌悪かったよなと。もう悪かったなーって言って謝ってくださったんですね。私ね、そんな先輩がいるなんて思わなかったですよね。その時に、そうかと。もう絶対自分がね、上級生になった時に、やっぱり自分が悪いことしたら後輩だろうが、ちゃんと謝ろうと思ったんですよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよ。と考えてみてください。16歳、17歳、18歳ですよ、まだ。ね。そんな中でね、やっぱりね、工藤先輩もね、1年生の時に三坂先輩にやられてきたことを、まあ話もね、工藤先輩が聞いてましたけども、18歳なのにもかかわらず、こんな人格者の先輩に、こんなしてるんだなと思って学んだことすごく覚えてますね。うちのバレー部はですね、まあ、ほんと厳しかったのでね、練習中にですよね、先輩がこう着替えようとするんですよ、汗だくでね。特に夏は大変。もうとにかく T スーツ何回も着替えますから。でその自分の担当の兄が着替えそうになった瞬間バー走ってってもらえますからすぐね、もうパチッともらってそれをパパパッと綺麗に畳んでこう置いておくんですが、それがね役割なんですね。呼ばれたらどこからでもダッシュですしね。そんなこともやったり、トイレでねこうタオル持ってたりとかいろんなことやるんですよね。でそんなことをこうやりながらね、こういろんな上下関係であるんですけどもね、ほんといろんな先輩がいてですね、まあやんちゃな先輩もいるんですよね。やっぱりね、そんなやんちゃな先輩がですね、名前出していいのかな、見てないからいいかな、関さんっていう先輩と三島先輩っていう先輩なんですけどね、まあやんちゃ、まあバリバリやんちゃですね。あと山椒先輩ね、まあ今喋ってて思い出しますけどね、まあ強い高校なんでね、腕っぷしもやっぱ強いんですよ。腕っぷしも強い。もうね、今だから時効だから言うけど、本当に目の前でね、喧嘩見ときは笑っちゃいましたね。強すぎて。あれ、バレーボールしかやってなかったんじゃないのかなって、も全然そうじゃないっていうね。実はうちのバレー部ですね、毎年実は昔は1月1日に OB 会ってあったんです。で、その OB 会にですね、現役の時は、OB の方たちと練習試合するんですよね、試合をね。で、それを、OB たちが周りを囲んでですね、一面センターコートにして、こう、バーって OB がものすごい多く来るんですけど、まあ、やっぱ古いバレー部なんでね、OB めっちゃ来るんですよね。で、その OB の中にね、だいぶ確実にどう見てもあっちの方だなーっていう方がいるんですよね。で、うちのバレー部はですね、よく私が1年生で入学した時にね、昔からいる先生たちによく言われてたんですよ。おい、おしんと。お前、うちのバレー部、どんな奴らが今昔生徒にいたか知ってるかと。言われた時に、どんな奴らすごかったんですよね。って言ったら、いや、強かったと、確かに。ただ強いのが実はバレーだけじゃなかったと。腕っぷしもめちゃめちゃ強かったと。で、昔は実はなと。お前の OB たち、とんでもねえのがいっぱいいるんだって。聞いててですね、なんかこう、机にはなんか光り物がね、シャキーンみたいな、シャキーンみたいなのがいっぱい入ってる先輩ばっかりだったとかね。ああ、そうか、それもちょっと聞いたことあったなとかね。なので、その当時の先輩たちがお年を召してから私たちの目の前に登場するんですよ。
まあ、16歳で、その時ね、高校1年生ですから、OB 会の時にね、今でも覚えてますよ。高校生こんなこと学ぶんかなと思ったのが、ビールの注ぎ方。ラベルをね、上にして、下を右手で持って、左手で支えて、ね、コップに当たらないところでゆっくり斜めに注いでから、もうそろそろだなと思ったら泡を出すみたいな。そんな注ぎ方、私16歳で習ったんですよ、うちのバレー部。これ OB 会の時に各テーブルの OB のところに1年生がつくんですよ、ピシッとね。で、もう半分ぐらいになったらお継ぎしてもよろしいでしょうか、なんて言ってね、やるんですよ。そして親たちがめっちゃ大変。あのね、現役の親たちはですね、その食堂を借りてるんですね。学校の。もう食堂のおばちゃん状態になってるんですよ。もう現役の親たち、お母さんたち。もう割烹着してね、締めてね、もう OB たちに振る舞うためにめちゃめちゃ頑張ってくれてるんですよね。で、1年の私たちはビシッと立ってこう継ぐ。で、2年生、3年生、挨拶回りみたいなね。これどうなのかなと思うんですけども。でもね、その破壊力ってね、後で分かったんですよ、後でね。私たちが、久しぶりにですね、11年ぶり4回目に、その春の高校バレーにね、出させていただくのがあったんですよ。で、その全国大会に決まった時に私レギュラーでね、いたんですけども、全国からこれほどなんか差し入れってあるのかなぐらい、旅館に泊まってたんですけどね、隣のチームとかいろんなチームが泊まってんですよ。男女問わずね。でもね、ダントツで差し入れ多かったのがうちだったんですよ。もうね、当時ユンケル、健康ドリンクみたいな。もうほんと天井届く。で、隣見たらオロナミン C も届く。で、なんかリポビタンでまた天井届くみたいな。バナナとかフルーツ。もうね、旅館にもう監督とかが、これ召し上がってください。これお客さんに出してくださいっていうぐらい、毎日大量で来るみたいなね。もうね、差し入れがとんでもなかったんですよ。思い出した、もう一個ね、カロリーメイト。今でもありますけどね、カロリーメイトもね、バレー部30人、40人ぐらいいたかな、の中でですよ。全員がね、段ボールでも持って帰ってもいいぐらいの量があるぐらい。わかります？部屋が埋まるんですよ、差し入れで。あれね、夢のようでしたね。普段全然ほら、食べたいけどとか、ね、欲しいけどとかね。でもね、人生の中で、あんなにビタミン系のドリンク飲んだことないぐらい飲みました、みんなで。もう暇さりゃ、もうジュースを買うお金持ってないからみんな差し入れの健康ドリンク飲んでるみたいなね。今思ったら大変ですよね。よく糖尿にならなかったみたいなね。まあ運動してるから大丈夫でしたけども。まあそんな感じでね、こう、OB のこう破壊力っていうのをね、まざまざと見たんですよね。だからその OB 会っていうのが1月2日に毎年あってね、今だとね、まあ同期とかと会ったりとか、後輩たちと会ったりするようになりましたけどもね、まあそんなとこからこう上下関係とかね、こうだんだんとこう仕上がってきたんですね。でもね、一番思い出になってるのが何かっていうと、連帯責任なんです。この連帯責任がまあきつくて、例えば1年生の誰かが何かをやらかしたとしますよね。今もあるのかな、連帯責任って。私たちはね、すっごく思い出深いのが、連帯責任で、一人のね、同期がやらかしますよね。やらかしたら、古いプレハブの2階建てのところの2階の一番端っこの一番いい場所に、うちのバレー部のがあったんですけど、1階の端っこにですね、まあ、プレハブなんで床が、ベニヤ板なんですよ。で、土足でみんな上がってるんでね。で、バレー部は全部毎日、一年棒が、私たちが、こう、綺麗に履いて、掃除するんで、先輩たちが裸足でいても全然平気なようにしてたんですけど、他の部活動はですね、まあそんなにね、規律がうるさくなかったんで、結構砂利とかね、まあ砂だらけだったんですよ。で、そんなとこにね、こう、鍵もかかってない部もあるんで、まずね、連帯責任がね、テニス部結構使ってたんですね、バレー部ね。テニス部とか入ってって、バーってこう、全員正座。そして、おい、手あげろって言われるんですよ。ね。何やんのかなと思ったら、腕をこう、2本あげるんです。正座して。これをね、まずね、もう記憶にないんですけど、めっちゃ長くさせられず、砂利の上に
砂とかがもう細かいのがある上で正座、まず半ズボンで、ね、短パンのままですから正座、めちゃめちゃ痛い。そして手上げてる、この手がまず下がってくるんですね、こうね、だんだん時間経つと。そうすると集合体調の2年生の先輩がね、こうバシャーってこうね、しばかれるんですよ。頭とかバーンとか言って。で、うわーと思って、すいませんみたいになって、半べそんなのがここで上げてて、一番きつい系のやつがいるんですよね。つまり本人ですよ、やらかした人間には、この両腕にね、ボールカゴってね、あれ何キロぐらいかな。多分ね、2キロか、もっとあんのかな、5キロぐらいあんのかな。それをこの両腕のここに乗せられるんですよ。もうね、拷問。拷問ですよ。それをね、1時間とかね、座らされたりとかしてたんですよね。まあ、そんなことをやりながらね、その、規律、っていうものでね、その、こう、連帯責任っていうのをこう、学んだりとかね、そんなことがあったんですよね。多分ね、このね、見てくださってる中で、強豪校でね、いろんな部活ありますけど、やってた方はね、思い出されて、わかるよ、シーンなんてこう言ってくださるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、そんなこととか、もうランニングもね、永遠にさせられたりとかね、うさぎ跳びもやってましたね。うさぎ跳びなんか今やっちゃダメですからね。もう本当になんかいろんなことをね、あの連帯責任でね、あの問題児の多い代だったのでね、あの、私が一番問題児でしたけども、まあそんな中でね、そういう経験っていうのも本当懐かしいなと思いますよね。で、今だとね、お仕事上でもそういうものってある、当然あると思うんですね。会社全体の責任とかあると思いますけども、まあそういう中で言うとね、私の仕事の中でも、あの本当仲間が何かミスをするとみんなでカバーしたりとかね、まあそんなことをこうしてますけども、まあやっぱりそういう時にね、こう、どんな仲間とできてんのかとか、信用とかね、支え合うとかフォローし合うっていうのが非常にね、こう、社会人になってからも叱られたのをすごく感謝してますね。ですから、こう、バレー部の中でね、今日はまあ上下関係とね、そして連帯責任、ね、話をしましたけどもね、まあいかがでしたかね。一生懸命やってた方ほどね、なんかわかるよ、なんて言ってくだされば嬉しいなと思っております。次回もね、何かこうお伝えできることを、そして懐かしいななんてね、思い出しながら共感していただいて笑っていただければなと思っておりますんで、またぜひ次回もよろしくお願いいたします。では本日これにて終わりにしたいと思います。本日もありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね、SNS 等もやっておりますので、概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。